おはようパラメ様。あ、おはようアナキン。今日は校外学習だね。まあ学習って言ってもアラスカフォックス諸島沖シャドウモセス島に行くだけだけどね。おはよう、今日はみんな校外学習だな。準備はいいか？もちろんですよ。しゃー、そんなに興奮しないでください。じゃあ、順番にねパスに誘導するんで廊下に出てください。はい、はい。なんか視界が、パラメ様、先生、なんか僕も視界が、アナキン君起きて、ねえアナキン君、ねえアナキン君、ねえ起きて。で、僕たちどうなったんだ？アナキン君、周り見て。え？この人たちはなんだ？お目覚めかな？ここはどこだ？私たちをどうするつもり？お前たちには今から殺し合いをしてもらう。何？よくあるバトルロワイヤルさ。デスゲーム？一体何のために？今回集められたお前らは戦いに秀でた実力者たちだ。元最強の諜報部員の息子アナキン・スカイウォーカーと一緒にいた女、若干17歳で世界中から恐れられた中国最強の傭兵リン・シャオ、秋葉原最強の暗殺部隊プリティ・ミルフィーユが隊長、メイド長のジン、あとお前は誰だ？お前、以上この5人でデスゲームをしてもらう。ルールは簡単だ。そのエリアには数々の銃器などの武器が落ちている。それを使って殺し合い、最後に生き残った戦士だけを生かして返そう。そんなのバカげてるぜ。俺は返してもらう。あの、なめなめ、あ、半時計回り、もう一歩やめてくれ。これはお前たちが逃げられないようにスマホの検索履歴とパソコンのハードディスクを全て押さえさせてもらった。もし逃げようとしようものならイーロン・マスクのツイッターアカウントを乗っ取って全世界に発信する。そんなそれは絶対に嫌だ。ではゲームスタート。パドレスはやめろ。俺たちはクラスメイトだろう。ごめんねアナキン君、私はどうしてもパソコンのハードディスクの中身だけは見せるわけにはいかないの。あの中にはピクシブでこれでもかということを集めた PL 画像があるからね。あれを世に放つわけにはいかないわ。だから悪いけど勝たせてもらうわ。あなたも PC の中身は見せられないよね。あの中には大量の BL 画像がある。あれを世に放つわけにはいかない。残念だわ、同胞をやらなきゃいけないなんて。まずい、武器がない。なんで。
こんな武器じゃ歯が立たない。一か八か。もうこんなことやめましょう。私たちクラスメイトでしょ。悪いな。おめでとう。勝者だ。さあ、約束通り。これは。アナキン君痛いよ。打ちすぎだって。ああ、ごめんごめん。つい演技に熱が入っちゃってね。演技だと？そうよ。くそ、みんなが争う必要はないのに、一体どうやってやったら。あ、そうだ。それを見て俺たち全員は結託したってわけさ。あんたを倒すためにね。そういうこと。さあ、早く俺たちを解放してハードディスクのデータを渡せ。これは。この時計か。お前たちが結託するのは想定済みだ。くそ、まずい。お前たちの裏切りにお答えして、お前ら全員のハードディスクの中身を世界中に発信だ。レンガだ。Ah!
私たちこれで行くから。お前たちのおかげで助かった。礼を言うよ。ありがとうな。そんな、みんながいなかったらどうなったかわからないですよ。ありがとうございます。じゃあまたどこかで。じゃあな。なんとか切り抜けられたね。もうせっかくの校外学習なのに散々だよ。まあいいんじゃない、これが校外学習ってことで。命をかけた校外学習がどこにあんだよ。あれ先生は、あれ演技してもらっていいですか。人格としてはこ の, 緑この緑じゃない方ってこと。そうですね、だからこう後ろに引っ張られてる感じじゃないですか。こういう感じってこと。そうそうそう、こういう感じ。やめてくれー、やばー。どっちか変えればいい。いや、こっち手出てるのこっちだから。あ、そうか、こっちじゃないか。そんな、それは絶対嫌だ。笑っちゃう。一流の殺し屋なんだから、スッパッて動いて、よいしょ、かっこいいしょってないんだから。運動神経ない。運動神経ないんですもん。殺そうとした方がいいって。え、殺そうとしてきてください。あんたを倒すためにね。あんたを。え、あんたは普通に出てきてたから。そういうこと。あ、ありがとう。俺の先を読んだ演技をしてくれて。あんたを助けて倒すためにね。全然いけって感じで静電気来たみたいな。用意スタート。瀬戸健、時間見た人、時間見た人。今の。大石さんはもういい。めっちゃおもろかった。ね、ブレイキングのネタ枠や。なんかちょっと出てきそうだけど、この大石さん、この人強いですか。秋葉原で、誰だメイドやってます。メイドに来た、メイドに。お前たちのおかげで助かった。礼を言うよ。ありがとうな。ちょっと笑っちゃダメ。お前たちのおかげで助かった。ありがとうな。まだ礼言ってない、礼言ってない。